はい、男三匹の美学でございますけどもね、お願いします。この前、はい、私も、はい、上田先生もですね、先生って何ですか、デッドプールを見に行ったわけで、はい、はい、まあ、その話をデッドプール&ウルバリン、ウルバリン、ウルバリン、まあ、その話をデッドプールウルバン&ウルバリンということで ねやらないといけないんですけど、はいはいはい、まあまあ率直にどうでした？率直にですか、うん、率直に一言で言われたら面白かったと言える作品です。あの僕が言うとね、はい、ちょっとまあ奇妙な映画だったなとは思うんですよ。奇妙、はい、うん、その映画としてはこうかなりこう、なんていうのかな、あのメタフィクションの度合いがすごく強いじゃないですか。そうですね、ね、うん、で結構もともとデッドプールの一作目っていうのもメタフィクションの度合いがかなり強かったんだけど、ね、後半に行くに従ってこう普通の映画っぽくなっていくというような展開になってたけど、うん、今回は、うん、あの最後の最後までちょっとメタフィクションな感じで、うん、あの推移してたような映画だったと思うんですよ。確かに、うん、めちゃくちゃマーベル史を詳しい方はめっちゃ面白かった。全部面白いんでしょうね。ね、笑えて、うん、笑えて、結構やっぱり笑ってましたもんね。ああ、周りの人も、うんうん、で僕らはちょっと笑えないんですよ、よくわかんないから笑えないんだけど、はい、その笑えるからいいとかいう人はすごくいいし、僕は笑えなかったら面白かったらいいんだけど、うん、笑えたらもっといいんでしょうね。ああ、そうですね、うんうんうん、だから理解できればもっと面白いっていうのはある映画ですよね、はい、まあ、とはいえね、あの別にお客さんを選ぶ映画ではないからないですね。誰が見ても、はい、その初見でもね、初見でも分からんけども面白いってことは残るような映画だったと思うし、うんうん、まあやっぱりこうハリウッドのアクションのね、うん、最先端の、うんうん、あの撮り方をしてるしですね、うん、あの僕もあのね、わりかし平行移動でアクション撮るのすごい好きなんですよ、はい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 、カメラを回していって、はい、あの感じが、うんうん、すごい、まあ、立体的なのもいいんですけど、はい、横にこうやっていくのも、うん、あれ横にやっていくのって結構やってる人はしんどかったりするんだけど、うん、うん、よかったなと思って。撮るのも大変ですよね、あれもワンカットでいくから、うん、そうですね、うん、後半もそれあったじゃないですか、街中でずーっと、はい、たくさん出てきてね、ええ、うん、まあ僕はああいう街中でやるのが好きなので、うん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 、ええ、ああいう異空間でやるよっか街中だから、あれは異空間やけども、うん、異空間自体が街があったりとか、うんうんうん、なんか一応現実味のある世界になってたで、あれはだからデッドプールの世界でしょ、うん、あいつらが暮らす生活をしてる世界ですよね、時間軸の世界ですもんね、うんうん、だから一応街ですもんね、きちんとして、はいはい、うん、だまあその辺もこだわりが多分あって、うん、全部にこだわりがあるんでしょうね、うん、うん、僕はね、あのやっぱり世代的なものもあると思うんですけれども、うん、これエンディングがかなり良かったですか、はい、はい、あの、あ、今日これネタバレはまあ、ネタバレ OK にしときましょうか。 OK しますか、はい、はい、まあ、言うとウルヴァリンも、うん、デッドプールもマーベルの作品で言えば X メンという、ね、はい、作品の中のキャラクターなんですよね、うん、2人ともね、うん、ですからそのウルヴァリンもいろいろとトラウマがあるし、はい、ね、うん、デッドプール自体もいろいろ抱えてるものがある、はい、うん、その2人が交差していくような話で、そうなんですよ、はい、でそのいわゆるマーベルの中のキャラ設定としての葛藤もあるし、うんうんうん、それを演じてる側役者側の葛藤もあるしそ, ね、それを作ってる制作者側の葛藤もあるということまで含めたメタになってるわけですよね、うん、全部が映画会社までメタになってますもんね。メタになってるからね、うん、だからそこら辺をその理解して分かってみると非常にこの、うんうんうん、あのその重厚なメタ構造になってるんですよね。あれ何層にもなってるというか、うん、でもともとあのフォックス、20世紀フォックスでね、うん、やってた X-Men のシリーズを、うん、今度ディズニーでってことだから、フォックスのロゴが、うん、あのもう口果てて口果てしててね、あの猿の惑星の自由の女神みたいなってね、そこでいろいろやるそこでその前で戦って、うん、でデッドプールもそのちょっと前に言うじゃないですか、はい、俺はディズニーに行くと、うん、行くとね、なんかディズニーでそのアナルの話をするみたいなと言うてて、あのまあまあ、ね、うん、その辺もやってる俳優も面白かったんっていうか、うんうん、笑ってんじゃないのかなっていう、そうですね、気がしながら、でもあれってどうなんでしょう、うん、どれぐらいの人が全部のネタ拾えるんでしょう。だからいや、まあ、あの特に向こうの人は、うん、どのマーベルのコミックずっと読んでる人は映画ずっと見てる人いるから、うんうん、あの6割7割はほぼ全部分かって喜んでんじゃないかなと思いますよ。日本はそういうわけにいかないから、そうですね、多分2割3割の理解でやってると思うんだけど、例えばコミックの知識もまあ、うん、
あれですよ、別にゼロでも楽しめるけど、うん、100で楽しもうと思ったらコミックの知識もいるし、あとマーベル の, その映画史を追っていかないとダメですよね。僕あの鳥さんから聞いたんだけど、はい、あの変なキャラクター出てくるじゃない、トランプ使うみたいな、ガンビットですね、はい、ガンビット、うん、あれはもともとだからやる予定やったけど、うん、作られなかった、はいはい、チャニングテータ、チャニングテータもフォックスキャッチャーとか出てた、はいはい、でそれはそこまで予定されてたけど、うん、結局作られなかったから、うん、まあ、あのキャラが出てきた時に俺はもともと黄泉の国に行くっていうか、うんうん、もともとここの住人なんだみたいな、ね、ちょっとだからちょっとまあマイナスの方のなんかだからこう自分で自分をこう自虐的にいじるというか、うん、だからあの今回ストーリーの中にいわゆるマーベル史から抜け落ちたキャラクターの世界があるんですよね、うん、要は脱落した世界があるんですよ、ね、だからそれ俺ね悲しかったのはね、うん、俺ブレイドって大好きやから、はい、あれがそこの中に入ってるんでいやいやブレイド頑張ってたでみたいなのがあるんですよ独自の世界でそれはデッドプールと変わらへんでみたいなのがあるんだけどやっぱりまあ、大きなところから見たらブレードもやっぱり落ちこぼれたところにいるんだよね多分。そうですね。ほんであのブレードに出てきた、うん、あんなクールなやつじゃなかったですよね、うん、なんか、うんうん、聞き分けのええおっさんに何か年いった落ち着いたやつみたいになってませんでした。なんかそうですよね。なんかまあ、その辺もね、うん、もう面白かったといえば面白かったし、うん、ちょっと寂しかったといえば寂しかったし、そうですね。で僕ね前もここで言うたじゃないですか、うん、この、男3匹で言うたんだけど、はい、僕ローガンって映画が大好き、はい、ウルヴァリンのちょっと老いたウルヴァリンがね最後に力を振り絞って、はい、その若い子たちを助けて、うん、ミュータントを助けて、はい、で自分は死んでいくってなったじゃん、うん、でその時にその子供たちがそれをローガンを土に埋めて十字架を立てるけども、うんうん、最後にあの女の子が戻ってきて、はい、その十字架を、うん、勝たしたら X になる、うん、感動的やと思ったんだけど、うん、今回その X のあれをデッドプールがポンってやってたからさあれすごいなと思って、なんか僕らのすごい感動をどないしてくれるんやみたいな、なんかで口果ててたもんね。そうそう、ほんで口果てたやつで、うん、ウルヴァリンの骨はアダマンチームで金属やから、うん、あれで戦うっていう、うん、いやあれおもろいんだけど、うんうん、いやあれ皆さんどう思ったのかなと思って、あれ聞きたいですね。あれはあれで、うん、まあまあ俺の思い出怪我されたとは思わずに、うん、ああうまい具合にパロディやってくれてるわと思ったのか、うん、まあだからローガンファンは誰どう見るんでしょうね、うん、うんうん、あれだから確かに、でもあんぐらいやっぱりやってるのがやっぱりデッドプールなんでしょうね。そうですよ、うん、だからそこを遠慮しちゃうとデッドプールじゃないんだよね多分。なんかチャオニコしてね、僕デッドプール2が家やったのは、うん、意外とデッドプールは物分かり良くなってたりとか、うん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 、すごいこうなんか 善なることを思うようなキャラになってたわけよ、はいはい、でこれはちょっと違うでと、うん、で今回の僕一番おもろかったのが、うん、デッドプールとルバリンが戦うのが、はい、もうむちゃくちゃ戦うやん。そうですね、あれ切り刻んだり何これっていう、お互い不死身かもしれないけどこんなんでええのみたいなぐらいやるやんか、うん、あれぐらいやってくれたら初めて笑えるというか、うん、なんか行くよね。そうですね、うん、やっぱりあんくらいね R18 ね、うん、やってるから、うんうん、まあ本当に気兼ねなくやってるっていう映画なんでしょうね、うんうん、なのにすごいさ、うん、女の子とかも出てくるし、うん、子供とかも出てくるやんか、はい、あの辺がデッドプールらしいんだよね、うん、そんな子供とかおったらもっとこうするんちゃうのとかいうことあんまりお構いなしでやるやん。そうですね、うん、であれがやっぱりデッドプールらしいというか、うん、最後の最後まで、うん、まあもちろんヒーロー映画だから、はい、最後感動するように守っていくんやけど、それがこう不自然にならないように持っていってたのがやっぱ偉いなと思って。そうですね、うん、最後やっぱり世界を守るために戦うヒーローになるっていうことじゃないですか、うん、むちゃくちゃやるのと、うん、きちんとヒーロー映画として成立させる部分がきちんとうまいことなってたなぁ、うん、だからあれ難しいと思うんですよ、うん、あそこまでやってどう収集するのかとか、うんうんうん、あそこまあとことん言ってるわけじゃん、はい、で最後のオチもさ、うん、やっぱりあれ助けるためにどうするのかってなった時に、うんうん、そのどないするのかなって思ったわけよ、うんうん、でもそれがまあ言うてみたら、うん、愛の力みたいなもので克服するみたいなとこあるじゃん、はい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 、デッドプールとルバリンが一緒になってもう言うたら、うん、もうちょっとホモ的な、うん、なんかねバシッとそこでこう解決するみたいな、はい、普通はそんなアホなみたいなことやけどなんかあの感じで見せられると、うん、ああよかったなみたいなね。そうですね、あれを恥ずかしがらずやれるっていうのはいいですよね。うん、逆にまあじゃあ
僕ら的には良かったわけじゃないですか、はい、デッドプールウルヴァリンはね、はい、じゃあもう一つこうやったら良かったなっていうポイントってあります？僕あの終わった後、うん、上田浩二が言うてた、はい、あのウルヴァリンが、うん、あの ローガンの時のウルヴァリンであったほしいというか、あ、うん、それは僕もちょっと思ったね。うん、今回のだからまた違う、そうなんです、ね、今回のやつって、うん、そのデッドプールもウルヴァリンもたくさんいてるんですよ、うん、キャラクターがいろんなこうね、はい、時間軸が平行にうわーっと走ってる世界だから、うん、実は今回出てきたウルヴァリンってね、前作までのローガンとは別人 の、うん、あのウルヴァリンなんですよね、うん、だからあのそのなんか十字架バコンってやられた、はい、あのローガンにもう一回会いたいって気持ちが あ、うん、まあ僕らはね、あって、はいはい、うん、まあ僕らローガンがの映画が大好き、あれがいいから、まあね、うん、で、うん、今回出てきたウルヴァリンもそれはそれでよくて、もう一僕がもう一つね、その、うん、こうだったらもう一つ感動ができたなっていうのは、うん、あの今回出てきたウルヴァリンって X-Men に入れって言われてで、うん、いいわいいわって、うん、あんなスーツ着たくないしって断ってたわけじゃないですか、はいはいはい、で断っててで外になんか飲みに行ってる時に戻ってみたら他のメンバーがみんな殺されちゃってたと、はいはいはい、だから、うん、あいつらのこと忘れないためにあの黄色いスーツを着る、うんうん、じゃあ、うん、その失ったメンバーたちに合わせてやりたかったなって思いますよね。あ、なるほどね。だから出てきてほしかったですね。あの X-Men のメンバーがサイクロプスとか、まあそこはなかった、ね。なかったですね。うんうん。でまあドクターストレンジのなんかがだけどドクターストレンジ自体は出てこなかったんですよ、ね。指だけ出てきてた。ね、それだけで。うん。なんかだから贅沢な使い方してたよね。ハルクとかね。あ、ハルクも一瞬で一瞬出てますね。はいはい、うん、とか。まあ、その辺あの何回か見てると分かってくるところがあるということなんで、まあ、あのできればね、うん、まず1回は楽しんでみて2回3回はちょっと細かいところをチェックするように見ていただくというのが良い見方かなと思いますよ ね、 そうですね。あとあれやっぱり予習しておくべきは何でしょう、予習仮にするとしたら、うん、なしでもいけると思うんですけど、はい、まあ、デッドボール1、2はあった方がいいですねとか、やっぱデアデビルとか、ブレイドとか見た方がいいかもね。エレクトラとか、エレクトラとか出てくるんで、うん、エレクトラはあるけれども、うん、デアデビル、デアデビルにエレクトラが出てきたわけ、敵ですもんね、はい、デアデビルは出てなかったですね。デアデビル出てくる、だから名前だけは出てたんで、ね、あ、うん、だからまあそういうことだよね、はい、だから本当にこのまあ落ちこぼれだったらそういう言い方悪いけど、うん、そのであとねロキは見るべきやって言ったね。ああ、あのだから紫色のでっかい怪獣みたいなのが、ね、うん、はいはい、ロキに出てくるキャラクターなんですよ、うんうん、それは見とくべきや、だ時間管理局みたいなところもロキには出てくるみたいないうことで、だからその辺を踏まえた方がわりかし分かりやすくなるのかなっていうような気はする、ね、そうですね、はい、とはいえ見てなくても大丈夫です、ね、まあもちろん大丈夫だし、いきなり 3っていうのかな、はい、ウルヴァリン・デッドプールから見ても大丈夫ですね、うん、IMAX はいりますか今回。いや僕は IMAX じゃなかったらよかったなと思ったんですけどね。何で見られました？もう通常で見ました、はいはい、僕は IMAX やったんですけど、うん、まあ、結構音楽とか、まあ、音的なところではかなり良かったです、ね、そうそう音楽もね、だから本当に、うん、なんか耳覚えのいい、はいはいはい、曲もたくさんあったし、ちょっとロックだったりとか、うん、なんかすごい MV を見てるみたいな ね、 そうですね、ミュージックビデオがこうまいことつながってるみたいな感じがあったし、うんうんうん、その辺だから小気味がいい、そうですよね、うん、その退屈せずに見てられるみたいな感じはありましたけど、だから頑張ってストーリー理解しようって頑張らなくていいと思いますね、うんうん、まあ、ただね、はい、僕まあ、指摘されたんですけど、はい、やっぱりのっけの部分でねちょっとねうとってしてたんですよ。でこれなんでかというと、はい、もうね東宝シネマズの予告編が長いんですよベラボーに。まずうん、幕開の時間ですとか言って言うてからまたあるんですよ、はい、でその映画泥棒って大嫌いなやつがあって、はい、僕あそこで目閉じるんであそこで大体寝てしまう場合があるんですよでそれをクリアしてもまたそっから予告編があったし、はい、なんやらかんやらってあって、ポップコーンのはどうですか、なかったですか？ポップコーンとそれはだから寝てるか覚えてないわあとなんかまだプレミアポップコーン進めてくれじゃないですか、はいはい、ロペが、あ、ロペ、あ、ロペロペが、ロペ嫌やわ、ホームカミやったわロペのとこで起きてんだよね、だからあそこで寝たらええのに、うん、
なんかもうあれ嫌で嫌でしゃあないね、うん、あのじゃあちっちゃいゴジラが火吹いてあれも嫌、黒かげ焦げになるやつ、うん、なんかあれも嫌で、なんかミニメカゴジラみたいなの出てはい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 、たりして、うん、もうあれも嫌やね、あなんであんなのやるのかなって意味が分からへん、面白ないって、うん、でなんであれ大きなゴジラの足に踏み潰されてるということなの、最後なんかあー、最後ドーンってなりますよね、はいはい、あれどういうことなの、いや、そういう死んだってことじゃないですか、そうなの、だからその死んでこう、なんかこうペチャってなってるようなとこまで描いてほしいよ、ね、な、面白いですで、うん、うん、ね、それも、うん、まあまあ、前の動画と全く同じ内容の文句になりますけど、はい、東宝それでしょ、はい、僕は今回奈良県の郡山のサンシャインシネマっていうところでやってます、はい、で見た、うん、でまたあれですよ、シネアドですよ、要はサンシャインシネマにお金払ってる地元の企業が、うん、なんかうん、歯医者さんの CM や僕 IMAX で自分行ってる歯医者さんの CM 見てましたえ、IMAX の画面で映るんや、はい、IMAX の大画面で、嫌やな、僕が普段行ってる歯医者の CM ですよ、はい、いやそれ最悪やねそうそうね、うん、IMAX のあの、うん、針の音も、うん、飛行機の飛行機の音も、はい、ってことは歯医者のドリルの音もそうなのかなと思いながら、なるほどいうことですか、あれはやっぱり繰り返し言っていきたいですね、うん、はい、それが必要だって、うん、いや僕もそうなんですよ、はい、コマーシャルやるのいいんですよ、お金儲けやから、はいはい、でもちょっとちっちゃく映してほしいんですよ、うんうん、いっぱいいっぱいで IMAX で映す必要は絶対ない、そうですね、うん、意味がない、うんうん、だから後で映す目いっぱいのその IMAX 画像を怪我してる、うん、そうですね、うん、でほんま最初は、どこぐらいかな、ほんまにほらシアター7ぐらいので、ね、うん、そう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 、うん、大きさでいいですよね、いやもう本当に、はい、昔はねああいう劇場のコマーシャルってちっちゃく映ってたんですよ、ほんとに、うん、うん、だからいっぱいいっぱい映すのはやっぱり本編になってからっていうのがあったから、なんかあれがグーッときてね、だってそれでボワーってなるんですよ、うん、それがもう歯医者のあれがいっぱいいっぱいやったらもうなんもないやん、うん、ねえ IMAX で歯医者ほんま嫌ですよ、嫌でしょ、はい、とかはい、ねゼロが自転車に乗ってるやつね、なんかよくわからんけど、でもうで、おお、誰が行くんですか、うん、あれ見て歯医者行こうっていや、それ知らんよ、効果あるからやってるんでしょ、でも歯医者あんなの歯医者行かへんすよ、いやだから歯痛なった時に、はい、あれどっかないから、あそういえば劇場であれ見たらあそこやったら安心できるって思うんじゃない、忘れてますってそんな、うん、なんとなく絶対忘れてますって、うん、まあでもある程度効果はあると思うんですよ、うん、そうでないとやらないです高い金払って、あれ僕らあれいくらでぐらいできるんですかね、あれってあれは月契約で、はい、多分10万ぐらいちゃいます、10万ぐらいできるんですか、うん、あじゃあやりません僕らで、ね、ちょっとうん、お金やったらお金出して、下駄花尾くんがそんなこと言ってたよねうん、うん、そういうのやってたと思うんです、下駄さんやる前に男三匹の美学で、うん、映画始まる前にいやあれわしら持っていったら100万ぐらい取られるんちゃいます、ま、あ僕らがやったらそう人見てるんですか、人見てると思うよ、うん、あるいは頼むところとか、 あるいはまあ奈良やったら10万できるかもしれない、奈良の、うん、奈良の郡山やったら東方神話の難波では、うん、もう飯来てたらやと思う、ああまあメジャーなパークスの方やったら100万ぐらいかな、あーパークスでも100万か、うんうん、だからね映画始まる前に、はい、エイリアンロムズ始まる前に、はい、はいはい、男3匹できるこの IMAX でいっぱい行くと怒られんだよまた明日また明日ってねえまあまあそういうことで、そういうことで、はいはい、また明日。